2024年4月13日土曜日の朝、ラジオ番組ポップ・オブ・ザ・ワールドが、リスナーたちを元気に迎える。ナンバー・アンダーライン・アイの衝撃告白。ポップ・オブ・ザ・ワールド番組にナンバー・アンダーライン・アイが出演することが発表されました。このお知らせにファンたちは大喜びで、早起きが楽しみになるとコメントしています。 ナンバーアンダーラインアイの3人からどんなお話が聞けるのか、また彼らの声が聞けることに期待が高まっています。ナンバーアンダーラインアイは平野翔さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんによるグループで、彼らの声や曲は多くの人々に愛されています。彼らの魅力的な声をラジオで聞けることは、ファンにとっては特別な喜びです。番組では、 ナンバーアンダーラインアイのドライブソングも紹介される予定です。ドライブ中に聴く曲は気分を盛り上げたりリラックスさせたりするのに最適です。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが選んだドライブソングは一体どのような曲なのでしょうかファンたちは楽しみにしています。また番組では最新の韓国エンタメニュースや海外スポーツトピックスも取り上げられます。 シンウィスさんが最新の韓国エンタメニュースをピックアップし、視聴者に紹介します。韓国のエンタメは世界中で注目されており、最新情報を知ることはファンにとっても興味深いものです。ジェニーさんは映画やドラマにまつわるゴシップをチェックし、番組で紹介します。映画やドラマは人々の心を魅了し、様々な話題を提供してくれます。 ジェニーさんが紹介するゴシップには、一体どのような話題が含まれるのでしょうか聞き手たちは、その内容に興味深い踊り字です。さらに、柳瀬メモリーチューンズでは、平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんによるグループが登場します。彼らが選ぶメモリアルな曲やドライブソングが紹介される予定です。ファンたちは、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーがどのような曲を選ぶのか、その背景や思い入れについて知りたいと思っています。ナンバーアンダーラインアイの出演が発表されたことで、番組への期待が高まっています。彼らの声や曲に触れる機会は貴重であり、ファンにとっては特別な時間となることでしょう。この番組を通じて、 ナンバーアンダーライン愛のファンはさらに彼らとのつながりを感じることができます。彼らの声を聞きながら週末の始まりを元気に迎えることができるでしょう。あなたはナンバーアンダーライン愛のファンですか彼らの出演についてどのような期待を持っていますかまた番組で紹介されるドライブソングや最新のエンタメニュースに興味がありますかぜひ、 コメントで聞かせてください。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが番組で紹介するドライブソングについては具体的な情報は提供されていませんが、彼らの音楽性や個々の好みから予想することはできます。ナンバーアンダーラインアイはポップな要素を取り入れた楽曲が多く、明るく元気な曲調が特徴です。 彼らの選ぶドライブソングもおそらくポジティブでエネルギッシュな曲が含まれるでしょう。ドライブ中に聴く曲としては、リズミカルでテンポの速い曲や、爽快感のあるメロディーが好まれることが多いです。また、ナンバーアンダーライン I のメンバーは、それぞれ個性的な魅力を持っていますので、番組で紹介されるドライブソングは、メンバーの個々の好みや音楽的なセンスを反映している可能性もあります。 彼らの選曲には幅広いジャンルや多様な音楽要素が取り入れられるかもしれません。番組を楽しみに待つ間、ナンバーアンダーライン愛の曲を聴きながら自分なりのドライブプレイリストを作ってみるのも良いかもしれません。彼らの音楽は元気や活力を与えてくれること間違いなしです。2024年4月13日土曜日の朝、ラジオ番組。 ポップ・オブ・ザ・ワールドが、リスナーたちを元気に迎える。ハリー・スギアマとジェニーがパーソナリティを務め、聴取者たちを週末へと導く。この週末の放送は、特に注目に値するもので、新しい展開と楽しみが待っている。番組の開始からしばらく経った頃、シンウィスが最新の韓国エンタメニュースをピックアップする。韓国のエンターテイメント界は、 常に驚きと魅力で満ちており、今回もその一端を垣間見ることができるだろう。そして、番組のハイライトとも言える時間がやってくる。ジェニーが最新の映画やドラマにまつわるゴシップをチェックするコーナー、ジェニーフロムザ・ブロックバスターがスタートする。ここでは、ハリウッドや世界中のエンターテインメント界からの最新情報がお届けされる。 映画やドラマの舞台裏や俳優たちの裏話に耳を傾けるだけでなく、彼らの個性や魅力に触れることができる。続いて、柳瀬メモリーチューンズが始まる。ここでは、平野翔さん、神宮寺ゆ太さん、岸優太さんによるグループ、ナンバーアンダーライン愛のドライブソングが紹介される。彼らの楽曲は、聴く人々に活力を与え、 旅の途中での心地よい伴奏となるだろう。番組が進むにつれて、リスナーたちからは様々な反応が寄せられる。彼らは番組への期待と興奮を表明し、特にナンバーアンダーライン愛の出演に対する期待が高まっている。彼らの声を聞くことが、多くの人々にとって特別な瞬間となることは間違いない。これまでの番組内容は、 聴取者たちをエンターテイメントの世界へと誘うものである。しかし、番組を通して考えることも必要だろう。エンターテイメントは、人々に喜びや感動を与える一方で、その裏側には様々な努力や苦労がある。アーティストたちは、自分の才能を最大限に発揮し、常に新しい挑戦に向かっている。その姿勢に、私たちは感動し、 励まされる。また、番組を通じて感じることの一つに、多様性の尊重がある。世界中から集まるエンターテインメント情報は、文化や言語の違いを超えて、人々を結びつける。韓国からハリウッドまで、様々な背景を持つアーティストたちが、世界中のファンに愛される理由はそこにある。そして、番組の終わりに、 リスナーたちには一つの問いかけがある。エンターテイメントは私たちに何を与えるのかその魅力や影響は私たちの日常生活にどのような意味を持つのかこれらの問いに対して一度立ち止まって考えてみることは新しい発見や気づきをもたらすかもしれない。次回の番組ではナンバーアンダーライン愛の出演が待ち遠しい。 彼らがどんな話を聞かせてくれるのか、今から楽しみである。そして、彼らの歌声やトークによって、私たちの週末がさらに彩られることだろう。番組、ポップ・オブ・ザ・ワールドは、ただのエンターテイメントだけでなく、私たちの生活に新たな視点や感動をもたらす。その魅力に引き込まれながら、次回の放送を待ち望む。